りはですね、うちの直売所を3月からやってますけど、はい、もう最初から取れてるやつです、はい、でこちらの方がですね、なんとか5月いっぱいぐらいは、はい、十分に確保できるような形で管理はしてます。で意外とキュウリっていうのは温度が、はい、設定温度が高いので、はい、暖房機っていうのがハウスの中に入ってるんですけど、はいはい、暖房をかなり使う野菜の一つです。特に今年の場合2月とか大雪とかあったので、寒かったですしね、うん、そのあたりで結構暖房機は使わせてもらってます。キュウリもやっぱりその有機にこだわった作りになってるんですか？そうですね、大体やっぱりそのトマトと同じような肥料構成で作ってますので、大体うちの野菜に関しては、牛糞ですとか、はい、木の、木くずであるとか、はいはい、そういうのを腐らして、はい、あとは、堆肥を作ってますので、それを使って野菜の方も作ってます。じゃあ堆肥作りも大変ですね。そうですね、作物になる前から、そうですよね、農業が始まってるっていう感じですね。